どうも皆さんこんにちは、チャックパスです。本日はですね、ヒルトンアメックスプレミアムカード、またねマリオットボンボイプレミアムカードありますよね。まあここら辺のアメックスのクレジットカードのね、修行におすすめのアメックスのクレジットカードで楽天キャッシュ購入で投資信託購入していく方法ですね、解説やっていきたいなと思います。ということで、冒頭からね、なかなかまとまってないな、題名だなっていうふうに思ったんですけども、今回ですね、結構前から、お得系の界隈でですね、ファミペイを使って楽天キャッシュを購入して、楽天証券で投資信託購入っていうのが、まあ非常にね、お得だということで話題になってるんですよね。まあこれに関してはね、私も知っておりまして、まあどうにかですね、アメックスのね、決済修行とか、ポイント取りとかね、まあそういったものに活用できないかななんていうふうに思ってたんですけども、やっとねルートをね見つけることができましたので、まあ今回ですね、こちらを解説ねやっていきたいなと思いますので、アメックスのねクレジットカード、まあ今回ねヒルトンアメックスプレミアムカードだったり、マリオットボンボイプレミアムカード、まあアメックスのプロパートが ANA アメックスとかもね別にいいんですけども、このね2枚のクレジットカードっていうのは、まあこちらヒルトンアメックスプレミアムカードは年間200万円を決済するとダイヤモンドステータスになれますよね。で、またね300万円決済すると無料宿泊特典がねもう一泊もらえたり、このマリオットボンボイプレミアムカードは150万円の決済で無料宿泊特典がもらえて、400万円の決済していただくとマリオットのねプラチナステータスとかもね獲得することができるっていう風になりますんで、まあできるだけね決済額を積みたい方ねいらっしゃると思いますので、まあそういった方で今回の動画ね気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、急に私の動画にね出てきたこちらのね楽天キャッシュっていうのは何なんだっていう話なんですけども、こちらですね、楽天キャッシュ、こちらコンビニとかでもね購入することができるんですけども、この楽天キャッシュっていうのは楽天には楽天ポイントと楽天期間限定ポイントと楽天キャッシュっていうね、まあ、3種類があるんですけども、この通常ポイントと期間限定ポイントっていうのは楽天のサービスを利用して獲得することができるポイントっていう風になっておりまして、この楽天キャッシュっていうのは購入できるポイントっていう風になっておりまして、コンビニとかですね、こちらのポサカードって見たことあると思うんですけども、こちらで購入することができます。で、使い道なんですけども、楽天のね、サービスで利用することもできますし、楽天ペイなんかでもね、利用することができて、まあ、エディとかにもね、チャージして利用できると思うんですけども、この楽天キャッシュっていうのは、昨年のいつだったかちょっと忘れてしまいましたけども、楽天証券で投資信託をですね、月5万円までこの楽天キャッシュで購入することができるっていう風になってるんですよね。ここでね、特に楽天キャッシュで楽天の投資信託購入したからといって、還元がね、あるわけではないんですけども、この楽天キャッシュっていうのは、コンビニのポサカードでね、購入することができて、まあそれをね、チャージして利用することができるわけなんですけども、コンビニで購入することができます。で、コンビニで購入することができるんですけども、基本ですね、クレジットカードで購入することはできないんですよね。現金か、もしくはセブンイレブンであれば7個、ミニストップであればワオン、ファミリーマートならファミペイっていう感じで、まあ、こういったものでしかね、購入することができないんですよね。で、セブンイレブンでポサカードを7個で購入する場合は還元率はね 0% っていう風になりまして、ミニストップであればポサカードねワウンで購入していても 1% ね取れるっていう風になっておりまして、またねファミリーマートでファミペイでねポサカードをね購入していただくと、こちらねうまくね利用すれば還元率で 2% とかね取ることができるっていう風になるわけなんですけども、このねファミペイに関してはですね、お得系のね発信されている方は基本的にね、まあファミペイの還元にはなりますけども、かなりお得に利用することができますので、こちらでね利用されている方が多いと思うんですけども、まあファミペイ残高に関してはですね、先日ねこちらの動画で紹介したように、ファミペイの残高っていうのはイデアにチャージしてレボリュートっていうねルートが開通いたしましたので、もしねこういったルートで利用されたいっていう方はですね、こっちで利用していただくのはねいいのかななんていうふうに思うんですけども、このねファミペイっていうのは今回ね話をしているこういったねアメックスのクレジットカードでチャージすることができないので、まあ、今回はですね還元率が一番高いワオンでね紹介していきたいと思います。でワオンについてはですね、ちょっと後でね紹介させていただきますけども、アメックスのクレジットカードから7個
もしくはワオンにねチャージする方法ってなるとですね、私結構紹介しておりますけども、アメックスから au ペイプリペイドにチャージしていただいて、ここから apple pay でこのねワオンであったりナナコにねチャージするっていうことができます。まあ、ルートするとですね、アメックスから au ペイプリペイドナナコもしくはワオンで、それで、ワオンであればセブンイレブンで楽天キャッシュ購入、ワオンであればミニストップで楽天キャッシュ購入で、その後に楽天証券で投資信託をね購入していただくっていう流れになります。でこのルートでねチャージしてっていただくと、まずねアメックスから au ペイプリペイドにチャージいたしますよね。まあ、ここの部分でですねポイントが取れます。でアメックスのクレジットカードから au ペイプリペイドっていうのは本来ね、このマリオットアメックスプレミアムカードでいうと100円で3ポイントが貯まるクレジットカードっていう風になりますけども、 au ペイプリペイドのチャージはですねポイントが半分っていう風になりますんで、200円で3ポイント、マリオットアメックスプレミアムだったりヒルトアメックスプレミアムだったらこちらで取ることができます。で次にですね、 au ペイプリペイドから7個もしくはワオンにチャージねしていただくわけなんですけども、こちらはですね Apple Pay でチャージしていただくんですけども、2022年の11月の1日からこの au Pay Prepaid からですね Apple Pay で7個もしくはワオンでチャージしていただいてもですね、ポイント付与がね対象外になってしまったんですよね。ですのでここはね還元率はゼロっていった形になります。でその後ですねワオンでミニストップで楽天キャッシュね利用していただければ 1% が取れるっていった形になります。できればですねおすすめとしてはね、ミニストップでワオンでね楽天キャッシュ購入していただくのがね最もおすすめっていう風になるわけなんですけども、このミニストップっていうのはまあ私の住んでる地域もそうなんですけども、なかなかないんですよね。はい、ですので近くにない方はですねアメックスから au ペイプリペイドで7個にチャージしていただいて、セブンイレブンで購入していただくのがねいいのかななんていうふうに思うんですけども、もしね近くにミニストップがあるようであればですね、ミニストップでやっていただく方が 1% 取れるっていうふうになりますんで、こちらはねおすすめっていった形になります。でここまで聞いていただいて、楽天キャッシュで投資信託を購入するっていうことは、この購入した投資信託はね売却することができますよね。そう、現金化ができるんじゃないかと思った方ねいらっしゃると思うんですけども、こちらねまあお好みであるんですけども、まあ投資信託っていうのはまあ基本的にですね長期で運用してってまあ利益に上がるっていうものがまあほとんどだと思いますので、まあすぐ買ってすぐってねまあ売れるとは思うんですけども、その売るのにも数日かかったりするので、まあ損してしまう可能性もね結構あると思うんですよね。まあ一応投資信託を購入しているので、まあ売却するかどうかはねお好みになるわけなんですけども、売れるまでね数日かかるっていう部分もありますんで、まあそれでも良ければっていう感じですかね。でこのね楽天キャッシュで楽天の投資信託をね購入していただくっていうのは、一人ね一月5万円までしか利用することができないっていった形になります。ですので一人ね年間で最大でもね60万円までしか利用することができないっていう風になりますんで、まあ、この点はね注意していただければなと思います。またね購入しているのはね投資信託っていう風になりますんで、まあ、今までねこういった投資信託とかね利用されたことない方もですね、この機会ね利用していただくのもいいのではないのかなと思います。まあ一応ね投資っていうのは絶対ね利益になるっていうことは断言することはできないっていう風になりますんで、まあ米国のインデックス投資はね非常に流行っておりますけども、まあ最後の判断はねご自身でしていただければなと思うんですけども、個人的にはねかなりおすすめっていった形になります。で今回ですね必要なものをねちょっと上げていきたいなと思うんですけども、まあ決済仕様ね積みたいクレジットカードですね、まあ今回ヒルトアメックス、マリオットアメックスでねちょっと話をさせていただいておりますけども、ANAアメックスでもいいですし、アメックスのプロパカードでもいいですし、まあここら辺のねクレジットカードで決済積みたいのがあればですね利用していただければなと思います。で次に必要なのはですね、この au pay プリペイドカードですね。こちらがないと、アメックスからこちらにチャージしても apple pay で7個だったりワイオンだったりね流すことができないっていう風になりまして、この au pay プリペイドっていうのは au 自分銀行もしくは au の回線がねないと利用することができないっていう風になりますんで、ここがちょっとねハードルが上がるっていう風になりますかね。まあ今回ね Apple Pay を使ってチャージしていきますんで、 Android の方はね利用することができないっていう風になりますんで、まあここもね注意していただければなと思います。で楽天証券で楽天キャッシュ購入して投資信託をね
購入していただくっていう風になりますんで、楽天証券の口座がね必要になりますんで、この点もね覚えておいてください。もしね口座開設されてない方は、今ポイントインカムでねこちらの案件口座開設と、まあ、1万円入金していただければね9500円分のポイントもらえるのもねありますので、こちらに関してはですね概要欄に載せておきますんで、もしね口座開設されてない方はぜひねこの機会に口座開設してください。それでは次に最後にねちょっとルートをねまとめて紹介していきたいと思います。こういった形になります。アメックスから aupay プリペイドにチャージしていただいて、まあ、上はね、ワオンですね。ワオンに Apple Pay でチャージしていただいて、まあ、そこからね、ワオンで楽天キャッシュを購入。で、ここから楽天証券でね、投資信託を購入していただく。もしね、下であれば aupay プリペイドから7個にチャージしていただいて、セブンイレブンで7個で楽天キャッシュね購入していただくっていう流れになります。このねワオンで、チャージしていただいて、ワオンで楽天キャッシュね購入していただきますよね。で、先ほど言った通りワオンでポサカードを購入する際も 1% ね還元が取れますよね。まあこれをね、もしねイオンスゴカカードがあれば JR キューポンをね交換することができますので、まあそこからね JQ セゾンカードがあれば永久不滅ポイントに流せて、そこから ANA マイル、JAL マイル、またねちょっとこういうのはめんどくさいって思われる方はワオンからね直接 D ポイントにね 100% で交換することができますので、まあそこからであれば JAL マイルにもね交換することができるっていう風になりますんで、まあこの点はね覚えておいていただければなと思います。まあちょっとねイオンスゴカカードね発行しないと JR キューポンにはね流すことができませんので、まあ、この点はね注意していただければなと思います。もちろんねワオンポイントっていうのはワオンにチャージして利用することもできますので、まあ、それでもねいいのかななんていうふうに思います。それでは次に貯まるポイントについてなんですけども、毎月5万円ですね、ヒルトアメックスプレミアムカード、もしくはマリオットアメックスプレミアムカードで決済した場合ですね、まあ、5万円を aupay プリペイドにねチャージしていただくわけなんですけども、 aupay プリペイドへのチャージはですね、本来5万円購入していただくと1500ポイント貯まるわけなんですけども、200円で3ポイントっていう風になりますんで、750ポイントがもらえて、またね決済時ミニストップでワオン払いでね楽天キャッシュのポサカード購入していただくと 1% が取れるっていう風になりますんで、5万円で 1% なんで、ここで500ワオンポイントをね獲得することができます。まあこういった形になりますので、もしねご夫婦で利用していただければですね、ちょっとアカウントは分かれてしまいますけども、2倍ね獲得することができるっていった形になります。ということで今回ですね、アメックスのクレジットカードで楽天のポサカードをね経由して購入して、投資信託を購入して決済収容をね増やしていくっていうね話をさせていただいたわけなんですけども、まあ結構ねいいのではないのかななんていうふうに思います。まあ購入しているのはね投資信託っていうふうになりますんで、まあ私もね投資信託、私は三井住友カードのナンバーレスでね今やってるんですけども、ちょっとこっちに移したいななんていうふうに本格的にちょっと今回ねルートを見つけて思っておりますので、まあひとまずね実際にやってみて、またねやってみて気づいたこととかねありましたらシェアさせていただきたいななんていうふうに思いますので、まあこれからねやるのはちょっと不安だって思っている方は、まあそれの動画ね今後出していきたいななんていうふうに思いますので、それ見てからでもねいいのではないのかなと思います。まあこれでねヒルトンアメックス、もしくはマリオットアメックス、まあ何のカードでもいいんですけども、まあアメックスがね出している決済収容をね詰めるのであればですね、損ではないかななんていうふうに思いますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気になった方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。